僕はラファエル。よろしくな。漫画でっきょんな。どもども、中年ゲーマーよろさんです。さてさて、今回はこないだのメンテ明けから実装された、日本代表ガチャ第2弾を、引いていきたいと思います。4周年イベントが始まってもう2週間ほど、経ちましたが、なんと、今回初の4周年代表ガチャ動画でございます。さて今回私が狙います選手は、代表の葵くんでございます。パッと能力を確認したところ一番息が、長そうな選手ですな。なんとかこちらをゲットしていきたいところではありますが、過去の代表葵にはことごとく、嫌われてるんですよねー。18葵は復刻するたびに夢玉全突破で、回しましたが、見事にピックアップの18葵は華麗に、スルー。ピックアップでもない97葵が、出て煽られる始末。3周年では、葵を狙って夢玉全突破したものの、葵出ず。3周年の頭で夢玉がなくなるという洗礼を、食らいました。それだけ代表の葵くんとは、相性最悪な私でございます。なので今回は最大でも、100連、ステップ完走までは回して、それで出なかったら、葵には今年も嫌われたと思って、諦めます。25日にはドリームガチャ、30日には超フェスもありますので、できれば夢玉は温存しておきたいと、思う今日この頃でございます。それでは早速回して参りましょう。ざっくり見たところ、沢田はまあまだいいとして、そうだと佐野はなんかいまいちといった感じの、能力ですな。属性染め絆で、また属性染めチームが復権するのかと、思いきや、ディスラレコードで、偉い人がおっしゃるには、属性染めチーム好きと絆の、選手は高難度強襲イベント用とのこと、属性11人絆の、選手は高難易度シナリオの、適正チームを、構築しやすくすることを目的に、設計しております。4周年記念キャンペーン以降も、高難易度シナリオでしか入手できない必殺技等をリリースしていきますので対戦ではほとんど役に立たないけどガチャ回してねぐへへというコンセプトのようですな。要するに外れ枠ってことですか。いやーさすが神様、去年の反省を生かして今年はマシになるのかと思ったら超絶ぶっ飛んだ方向に舵を切ってまいりましたな。さすが神様、私たちの予想のさらに斜め上を、あっさり超えていきやがる。そこに痺れる憧れる。おっと、長話が過ぎました。これは大変失礼いたしました。それではそろそろ参りましょう。日本代表ガチャ第2弾、葵を狙って最大100連、いきます。花火一発チャンスなし、こいつは期待できないやつですな。来い、キューダ君10連目はあっさり爆死。まあこんなもんでしょ。続きましてステップ2、夢玉40個で20連目です。デジャビュかな？さっきと同じじゃありませんか。20連目もあっさり爆死。まあここまではお伏せです。続きましてステップ3、1枠 SSR 50% だそうです。本当に 50% なのかどうかはわかりませんけどねー。お、花火3発チャンスあり。これはワンチャンあり得る。じゃあ行くよ。よし、ゴールが見えた。あとは中身の問題ですぞ。いらねえ。せっかく 50% 引けたのに、代表が出ない世の中なんて、ポイズン。まあ出ても葵じゃなかったらガチャ続行なんですけどね。続きましてステップ4、ブラボーのおまけ付きですな。チャンスあり、けど花火一発。こいつは、微妙い感じですな。来い、キューダ君。いけー。
おっさんに変える力はない。40連終了。次で折り返しでございます。続きましてステップ5、1枠 SSR 確定の新選手 50%。 ここで葵が引けたら大勝利でございますな。葵でなくてもせめて代表選手であってほしい。ここの 50% は外してほしくないところです。行くよ。よし、ゴールが見えた。確定枠のみですな。葵プリーズ。チームの勝利のために僕がいるんだ。私の勝利のためには君はいらんかったんですけどね。まあ沢田ならまだマシですな。属性11人チーム好きじゃないですし、現状地から2本組めませんが、いつか役に立つ時が来るでしょう。知らんけど。まあ代表が出てきてくれただけでもラッキーですな。ここで 50% 外してたらテンションだだ下がりでしたわ。という感じで50連終了。続きましてステップ6。ステップ6は最初に戻った感じで夢玉30個で10連ドス。花火5発でもチャンスなし。こいつも微妙な感じですな。行くぞブライアン。まあステップ6と7はお伏せのターンでしょうからね。てなわけでステップ7、夢玉40個で70連目でございます。花火4発チャンスなし。花火的にはワンチャンあり得る。よし、ゴールが見えた。だーとは追いがってくれるのを祈るのに。俺はこのカミソリサッカーでどんな強敵とも戦うんじゃ。最後のジェの言い方がちょっと可愛くないっすか。ソーダは好きなんですけどね。今回の残念は、あんなチム好きと絆にした神様を恨みますわ。これで翼のパス加速絵がクリアできるならまだいいですが、多分これだけではどうしようもならんですよね。でもステップ7で引けたのはラッキークッキーもんじゃ焼きですな。続きましてステップ8、1枠 SSR が確定なだけでございます。それじゃあ行くよ。よし、ゴールが見えた。頑張って。俺がこのチームを守りで支えるんだ。残念ですが、そんな日は来ないと思いますけどね。ステップ8が終了。残り20連となりました。続きましてステップ9、おまけでブラボーかける10ですな。行くぜ翼。来い九賀君。やっぱり葵くんとは相性よろしくないみたいですな。さあラストのステップ10、1枠新選手確定でございます。ステップ10で大逆転か、それとも今年もご縁なしか。いざ尋常に勝負ですぞ。行くぜ翼。来い九賀くん。二枚抜きじゃー。さあ、あとは中身の問題ですぞ。
ラストはソーダの2ペアでめでたく、終了でした。まだまだチームメンバーの変更は、できないようでございます。以上、日本代表ガチャ第2弾100連でございました。それでは、また次がありましたらお会いいたしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。では、